プ主のバンボクトだぜ。生徒のマリサです。オタクヤは始めるぜ。師匠、いよいよジェリー・アンダーソンの傑作人形劇、サンダーバードと、海底大戦争スティングレイ、の解説会ですね。うむ、この二つの人形劇でジェリー・アンダーソンは、世界的な人形劇作家として認められたと言っていいな。ちょっと調べたんですが、サンダーバードとスティングレイのプラモデルやフィギュア、かなり出回っているようです。どちらの番組もメカがたくさん出てくるからな。スティングレイが登場した当時は、海底物が流行していた時期だった。原子力潜水艦 C 級号とかサブマリン707の時代ですね。スティングレイのデザインは、古代ヨドレパナスピスとあったので探してみたぞ。え、これがモデルの魚ですか？なんだかあまり似ていないようですが。この作品からアンダーソンは、実在の俳優をモデルに人形のデザインを決めるようになる。主役のトロイ艦長のモデルは、ジェームズ・ガーナーという俳優だ。なんというか、微妙ですね。マリーナのモデルはブリジット・バルドーだそうだ。当時はベベという愛称で有名だったな。昔の女優さんって、美人でしたね。さらに秘密基地、という設定がこの作品から出てくる。スティングレイが発信するマリンビルという基地は、ある日本のアニメに影響を与えているとわしは思う。日本のアニメ？何ですか、その作品は？エヴァンゲリオンだよ、マリサ。あのエヴァですか。その証拠は？マリンビルは、攻撃を受けると基地ごと地下に避難する。その様子が、エヴァの第三登場士が地下に沈む飛行と似ていると感じるのだ。もしかしたらマクロスの、変形する時のギミックから影響されているのかもしれないが、ま、これはわしの妄想だから気にするな。わぁ、全く師匠はコメント欄が荒れそうな妄想が得意っすねー。もしかして、わざとですか？何を言うか。わしがそんな、あざとい真似をするわけが。まあまあ師匠、落ち着いてくださいよ。そろそろ視聴者も、早くサンダーバードの話をやれ、とじりじりしていますよ。うむ、そうだったな。それでは本日のメインテーマ、国際救助隊、サンダーバードの話に移るぞ。待ってました。いよ、師匠、名調子。ヒューヒュー。なんだかバカにされている気分だぞ。ともかく、ジェリー・アンダーソンの手掛けた作品で、最も愛されたと言っていい番組だろう。ちょっとネットで調べたら、フィギュアや DVD セット、プラモデルの類が山のように出てきて驚きました。やはり作品のコンセプトが、このように今も支持されている一番の理由だろうな。ああ、家族で救助活動をするという、ホームドラマ形式が、視聴者のハートをわしづかみにしたんですね。それと活動領域が、全世界というところも注目だ。海底大戦争スティングレイではタイトル通り、海底が主な舞台だったが、サンダーバードは世界中が相手だ。ちょっと疑問なんですが、サンダーバードは救助活動中の撮影を禁じていますよね。どうしてですか？一つには隊員の身分がバレることを防ぐためだな。国際救助隊、と言っても、あくまで個人の趣味の範囲だ。公的な機関ではないから、隊員の秘密を守るためだ。そうなんですよね。趣味の人命救助。あり余るお金を、人命救助に費やすって、どういうことなんでしょう？欧米にはノブレス・オブリージュ、日本語に訳すと高貴な義務というやつで、大金持ちや貴族には、庶民に対する義務が生じるという考え方がある。サンダーバードを見て不思議なんですが、あの組織は世界的な規模ですよね。うむ、全世界に国際救助隊を支援する秘密隊員がいるようだし、イギリスにはペネロープという情報員も配置しているな。彼らへの給料とかはどうしているんでしょう？ペネロープはイギリス貴族でしょうから、いいとして、ごく普通の暮らしをしている人まで、国際救助隊に加わっているようですが。それは簡単に答えられるな。彼ら一般市民に紛れている秘密隊員たちは、国際救助隊の活動に賛同して、無償で参加しているのだ。つまりボランティアというわけだ。ボランティア、ですか？エピソードの一つに、トレイシーから連絡を受けた民間人が、トレイシーさんから連絡を受けたぞ。と言って、その命令を実行する場面がある。前後のセリフから、過去に恩を受けたことが示唆されるな。大体トレイシー島に秘密基地を建設するのだって、どうやって工事の秘密を守ることができると思う。通常の建設会社に発注したら、たちまちバレてしまうぞ。ははぁ、それじゃ師匠は秘密基地を作った人たちも、国際救助隊の一員だったと考えているのですか？そうだ。サンダーバード1号から5号まで、あのメカを作るのだって、ブレインズ一人で作業できまい？そうですよねー。かなり大規模な工場がないと、あんなメカは作れませんからね。さてここで最初の疑問に立ち返ると、救助活動中の撮影を禁じることは、隊員のプライバシーとメカの秘密を守るという目的があることはわかるな？写真を撮っただけで、どうしてメカの秘密がわかるんです？例えば1号や2号が着陸した際、設置した着陸脚の沈み込みで全体の重量がわかる。シルエットからエンジンの形式が推測される。ジェットの炎の色から燃料の配合が分析される。かなりな部分が明るみになるだろう。なるほど、サンダーバードのメカの秘密が明るみになると、軍事用に転用される、と何度も隊員は言っていますね。でも、どうやってカメラで撮影されていることがわかるんです？それはサンダーバードを考察する同人誌があって、全世界のカメラの作動音をコンピューターに記憶させ、外部マイクで常に監視しているという考察があったぞ。あ、なるほど。納得です。ところで師匠、もう一つ疑問があるんですが、どうしてトレイシー一家には、母親がいないんでしょう？そうだな。父親のジェフ・トレイシーと、5人の息子という家族構成だな。おばあちゃんはいるが、国際救助隊の活動には加わっていないようだ。どうして母親はいないんでしょうね？離婚でもしたんでしょうか？まさか、な。もし隠されたドラマがあるとすると、何かの事故で母親が死亡して、その経験から父親は国際救助隊の創設を決意したのかもしれん。泣ける話です。
ドラマ作りから言えば、母親がいた場合、息子たちが危険な任務に就くことに反対したり、心配したりというエピソードを入れなければならないから、重くなる。だから母親を登場させなかった、ですか？そういうことだ。父親はチームのリーダーだし、ブレインズは相談役、チンチンというアイドルもいるしな。あれ？チンチン、なんて隊員いましたっけ？吹き替えではミンミンという名前になっているな。しかし言語版ではチンチンとなっているぞ。変な名前ですねー。そんな名前、つけられたら嫌じゃないですか？そう思うのは日本人だけだろうな。チンチンという名前では日本では淡々の冒険が言語版ではチンチンとなっている。訳した時チンチンの冒険ではちょっと別の意味になりそうなので、名前を変えたんだろうな。あ、そういえば名犬リンチンチンっていうテレビドラマがありましたね。お主の知識はどう偏っておるのだ？それは1954年の白黒ドラマだぞ。まあ、いいじゃないですか。それよりサンダーバードといえば、かっこいいメカの発信シーンですよね。そうだな。サンダーバードのメカの発信シーンは、後発の番組に多大な影響を与えているな。ウルトラセブンのウルトラホーク発信シーンは、絶対サンダーバードの影響を受けてますよね。わしもそう思うぞ。付け加えるなら、ウルトラホーク1号が、3体分裂合体するのは、サンダーバード劇場版の、宇宙船 0X 号がモデルとなっている可能性が高い。あ、そうか。それじゃキャプテンウルトラの、シピーゲル号も、もしかして影響を受けているのかも。ただし、日本の特撮が取り入れなかったテクニックがあるぞ。いや、取り入れることができなかったのかも。え、そんなテクニックがありましたっけ？その一つはウェザリングだな。要するに汚しのテクニックだ。ちょっと何言ってるのか、わかりません。サンダーバードに登場するメカは、よく見るとところどころ、汚しが入っている。つまり長年使い込まれて、排気煙とかがこびりついている、という表現だ。あ、そういえば噴射口のあたり黒っぽい汚れが。もう一つ、マット塗装と呼ばれる艶消し塗装だな。あの番組のメカの塗装は、わざと光沢を消している。どうして光沢を消しているんですか？光沢があった方が、かっこいいじゃないですか。スケール感を演出するためだな。光沢を残したままだと、模型のリアルな小ささが逆に強調されてしまう。この汚しと、光沢を消すテクニックは、日本の特撮では当時ついに目にすることはできなかった。後のスターウルフくらいで、ようやくそれっぽくなったが。師匠、それなら私にも一言ありますよ。お、なんだ、言ってみろ。なんで昔の特撮や、アニメで宇宙を描くとあんな安っぽい青い宇宙になるんですかね？マリサ、それを口にするか。2001年宇宙の旅という映画で、あんなリアルな宇宙空間の描写があったのに、当時の日本特撮は全くと言っていいほど、影響されていないみたいです。アニメに関しては仕方がない部分もある。制作者は宇宙は漆黒であるべきとは分かっているが、セルアニメ時代では、セルの傷や反射がもろ映り込むからあんなカラフルな宇宙表現になってしまうのだ。特撮に関しては、その辺の事情は詳しくないので断言できんが、スポンサーの絡みもあるんじゃないのか？スポンサーがなんで出てくるんです？全くの想像だが、スポンサーが漆黒の宇宙や、古ぼけた塗装のメカを見るとおもちゃが売れないとか、子供に受けないと言い出す可能性があるのかもな。それはありえるかも。今の意見は、師匠の妄想ですので、もし当時の特撮事情に詳しい方がいたらコメントよろしくね。ということで、いつの間にか日本特撮まで話が広がりましたけど、サンダーバードの話はこれで終わりですか？いや、本当は各話ごとの解説もしたいし、劇場公開版についても詳しく話したい。しかしジェリー・アンダーソンの回は一旦お休みさせてもらいたい。え、どうしてですか？ジェリー・アンダーソンの作品は、これだけじゃないはずですよ。キャプテン・スカーレットや謎の円盤 UFO も残ってるじゃないですか。重々承知しておるが、何しろ同じテーマを続けると色々溜まってくるものがある。あれもやりたい、これも語りたいという欲求が吹き上げてきてたまらんのだ。つまり気分転換で、別のテーマをやりたいと？そういうことだ。人形劇考察は、再生リストでまとめておくので、最初から見たい人はチャンネルトップへ来て視聴してくれ。了解しました。また人形劇考察を再開するときは、師匠の熱意が再燃するようお祈りしておりますよ。というわけでいつかまた、近いうちに人形劇考察はやるので、待っててくれ。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。ついでにウプ主の番号と作者ページも覗いてみてくれ。それからTwitterのフォローも頼むぞ。サブチャンネルの、番号とのゆっくり動画、もチェックよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。